方がいいやろなあ。でもこんなに釣れないじゃん。いやたまたま石を当たっとるからの。あ、そういうでかいっすね。これも大きいな。これ何本ぐらいの。同じようなもんやな。40ぐらい。いや40はこれは大きいと思うで。40、5、2、3、3あれろ。最高。これ一番でかい。金を結局また戻ってよ。ああ。あの やっぱりもう一回釣れるかもわからないから行こうってな。はい。あの例のとこ行ってな。え、これ昨日の分や。これが昨日の分。お答えあるよ方、はいはい。あれから行った分や。これが、ほんまにこんな方の釣れるの？おるて。あそこの場所でないと食わんな、ほいとも。そうですね。どこでも食わんもんな。全部食わん。不思議やわ、なんであの、へっこみで食うんやろな。えぐれちゃうとこあんねん。その、塩当ててきたら、はい、絶対餌たまんねん。そこで絶対食うんねん。ほいでちょっとあの、歩いてて回るやん。ちょっとこの橋どうかなと。一滴もついねん。ビリコとかあんないと来るけど。不思議やろ。これもでかい。まあ夜釣りっていうのはこういうこと言うんやで。こういうは大きいぞ。これは最高が。これでも40あるもんね。40はもう超えちゃうな。もう平均40近いな。すごいね。なあ、よう行くてはやっぱり。寒い中夜釣りしたらこういうことあるんですね。あるっすね。水温抜くいもん。22.5 とか23ぐらい。氷からに。持ってこない。よーげー。こういこう。こういねうちゃんのとこ。お、アジ。こんなん珍しいよ。この比較的大きいチームに負けたわ。大きいチーム。チーム別。チーム別。チーム別。これ多分大きいんちゃうか。これ4ぐらいあんちゃうか。5。ありますね。43ぐらい。43ぐらい。そやな。こいお、あ、縮んでたよ。お前、生きたって4あるな。絶対。何でも生きる。27と12か。何枚？何枚？39枚か。39枚。まあ2番やけどな。すごいな。普通のフカセイですよね。そう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 。生とはミニですよ。生のみと終了台なし。いつも生のみ巻き用の。それから刺し絵拾って、で網エビは凍らしたやつを巻く。場所は言ったらダメですか。場所じゃ言ってないでしょ。場所ない。場所そこ。森の花。森の花。うん、磯釣りですよ。うん、あんまり俺は言えへんさかね場所。みんな行くさかよ。まるで言ってくれたらいいわ。もう仕掛けはもう一般的な踊り。もう一般的な踊り。祈り仕掛けな。いつもの私の仕掛けですわ。いいスペシャル。そう。まあこんなんな、そんなん2号でもまあ1半でも取れるけどね、痛いなんだよ。次でやってるこれ。もうコロとかないんすか。いや、奥はな。あー、ない。まあ、イサキばっかり。イサキばっかり。ブレもない。ブレもない。チヌもこん、ヘダイもこん、こればっかりじゃね。あったらあるてで、餌取りはまあまあ金魚、ハタンポやろな。あー、ハタンポ。そういうもやっぱり小粋だいたらもう絶対食わな。蹴散らされら。もう入れっぽんやもん。掘り込んだ食うのに。一頭一匹やのに。それ網エビ嫌いだら絶対あかんしな。ああ、うん、ちょっとの量でも巻き続けなあかん。でも森の花でイサギ食うて初めて食うた。おるおる。俺昔から知っちゃったで。もうちっちゃいビリコは食うって。いや、こんなに釣れることはないんや。よっぽどやと思うわ。めっちゃ塩さしたんねんけど。ああ、こんなもんおかしいよ。こんなことな。
どこ行ったでないよ、死も行ってもないぞ、あんまりこんだけ釣れるって。これ言うとるけど半分やからな。あ、半分持ってきた量の釣れがこの半分持って帰っとるからな。言うたやろ、昨日置いたら、全部で、だから50人釣った。あ、50人1日目はこれ80、90枚ぐらい。そうそうそう、2日でな、船並みやって、そうね、よっぽどの、なんか地震でもおごんちゃうか、ほんとは入れ込んでこのサイズばっかり組んやるから、ね、肩揃いが。そりゃな、人間は寒いけどな、まだまだ水温ぬくいさかよ、まだいけるんやよ、普通に考えたらそうや、分かったら言ったら行ったって言ってる。11月いっぱいはいけんちゃうか、水温これ21度ぐらいになってきたらもう不安かからんから、まだ今 22.5 ぐらいあるしな、十分いける。なるほど、ぬくいもんな餌もな、残ってくれるから。はい、わかりました。こんなんです。